まあそ、ゴールドニンニンの枠は今まで見たことないかな、チナムと。すがあれ。よし。あ、サブアカね。てか、本当にマッチングある程度、あれなんだな。総合してこのぐらいと当てようみたいな感じでなってるんだな、ロル。え、これいくつ相手。ちなみにゴールドとシルバー。うわー。いや、総合してる。おいおい、負けないの、そんなの。僕をゴールドとシルバーですか。はや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 。すごい。よし、で、これに連戦耐えれれば、いや、もしくは勝てば、おお、って感じか。ゴールドになれるってことですか。これ一回トップ側スタート大丈夫ですか。なに、リーシュしたくないってこと。そうでござ。でも俺もリーシュしたくないよ。リーシュするでござ。大丈夫だよ。俺ソロで最速ファームできるようなあれしてるから任せてくれ。殴るだけっす、マジで。そうよ。あ、間違えた、ワード交互間違えたかも。どうしよう。どこでも行きます。レレ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 やばい、CS がノーチミラー。自分が引っ張れるとき相手も引っ張れるってことだもんな、これ。赤いゲージが溜まって、あっ、よしよしよし、 CS あ、間違えた、いてやばい、これレベル2000個されるれ。骨棒神当たってる気しない、これ。やばい、新時代のところにいます。新時代どうしよう。いや無理だよ、あいつ無理。ポチでいいですか。ああ終わった、あいつ新時代もう人生終わり。あ、そういうことか。どこ行ったのあいつ。俺のバフ買ってる、もしかして。いや無理、絶対借りない。あいつも人生終わった。え、取りないんだけど。トリーラインはケインが、赤もいない。それはケインが上側スタートしたところだね。あ、許せ。どういうこと、こっちの食べてきたってことか。だからあいつ行ったのか、あっちに。なるほど。やばい、くそ、スキルで取れない。あ、避けれない。これもなんか許せない。いいとちょっとナイスです。落ち着いて。いい2上げちゃったの。手前殴ります。てか、俺いけないと思ってるべきだったかな。まあまあ、うわ、最悪や。バレてた、ケインに。あ、間違ってフラッシュ出てしまった。最悪だ。あー。ボット消えた、これ。ボット今消えた。危ない。間違ってフラッシュ出してしまったな。プッシュして帰ろう。クラちゃん、なるせカバー行きません。ごめんなさい。プッシュして帰ります。すごい、とてつもない緊張感で僕今やってます。いやちょっと、ちなみにカイさんフラッシュはない、はい、ワードは置いた川に。よしよしよし、イグナイトも使ったっすね。ワード壊すか、帰るわ。 Thank you。 何買おうかな。エバフロ、なんか相手のジャングルもいる、これ。うん、これジャングル来てる、多分ケインチェイスしてた。危ねえ、あの剣、俺のこと本気で来てたら俺死んでたんだけど。またカバー行けなかったので。やべやべ、ゾイちゃんフラッシュ。おー、ナイスナイス。まあまあ、クレーンにいるって聞いたんで。あ、剣ね。うん、あー、もうわかんない、赤買ってると思うけど、赤買って、あ、振り買って、やばい。いやー、焦っちゃうな。いいよ、いいよ。落ち着いてる。あっ。と、いっちゃん。
なるせこれデスラインだな。いけるんじゃん。おまた来てないけど、ケン。あ、ほんとだ。うなりで体力。わあ。これあ、取られた。通過されちゃうな。いや、でも無理だな。ていや、大丈夫、大丈夫、大丈夫だった。お、ケイン、早すぎ。これ。突破気をつけて、ケイン。相手、多分、帰ってないかもだけど。この辺な気がする。了解です。あー、キャー欲しすぎてる。フルーツー。いや、結構圧ありますね、相手も。あるある。あれ。森のフルーツって6分じゃなかったでしたっけ？まだ合ってなかった。6分30秒、6分30秒。ありがとうございます。30秒。シーン。人事と何やってたの？全然見てなかった。あいつに先に5になる。2。え、こうマナムネから言ってますよ、カイサー。GP カイサー。ボトは、ケンボトは。ケンボトが了解です。謝っちゃった。自分も寄ってはいる。危ない、本当だ。危ない、危ない。のち今ここ。すごいグイグイきますね。これ寄れる？ナイス、ナイス。相手のノーチの方が早く寄るよ、これ。スタミナより。これ来るんだったら行こうぜ、普通に。オッケー。ケインね、ケインね、ケインね。こちらナルセも寄ってはいますが、ナイス。ゾイちゃん注意。ゾイ、多分大丈夫。大丈夫。お、ナイスだ。ちょっと戻りまーす。はーい。あ、これ自分普通に速攻更新しちゃうから。はい。寄りが早い。あ。ゾイちゃん消えた。行くぞ、ファイト。はーい、了解でーす。バレー。乗ってきてるんですね、ちゃんと。ね、これあれだな。挟めますよ、挟めますよ、僕。いけそうだね。あ、ごめん、発射。フラッシュないです、フラッシュこいつ。オッケー。いけるんちゃうか、これ。いくぞ、ないぞ、敵。やっちゃ、やっちゃ。ナイス。もうご褒美インフェルノトリガーしときます、これ。相手は、うわ、ダークシール積んじゃってる。CS、CS。よりの速さで勝ったね、今の。うん、すごいチームワークが。ナイスー。わー、ナイスー、ナイスー。わわファーム急がないと、これあの剣にずーっとお邪魔してくるな。ピーン。あ、よし、追いついてきた。装備更新しますね。はーい、はーい。新次郎が新次郎がもうなんかすんごいとこいる。俺トピいってる。俺え信じと無理だよ、お前。もう諦めろ。お前終わったんだよ。追いかけない方がいいですか、信じと。追いかけなくていいよ。あ、わかりました。もう鼻鼻弱ってるから。ゲームすごい終わった。なんか校長楽しそうだね。いや、やっぱデネクおもろいわ。そっか。デネクおもろいのね。デネクおもろい。シャルさん、魔王界どうだった？魔王界。あ、ジャングル強かったよ。あ、マジか。ジャングル言われたんやな、それ。よしよしよし。ナイス。おお、ナイスです。ナイス。ナイス。ダブルキルだ。俺もケインが今こっち側に歩いてきました。はい。了解。トップ見捨てたのか。まあ信じろ、座ってんのか。人事だ。ゾイちゃんがどんどんおらついてきちゃった。でも CS いい感じじゃん。お、ありがとうございます。なんとかプライドバトル中です。トップ勝ってるからヘラルドやってもいいよ。うん、これやるわ、そのまま。あ、エロー。あ、フルーツ、フルーツ
真似できるか。いや死にそう。ドット側だなこれ。ドット側。はーい。はいです。あ、D ワンちゃんかな。ドタボ。ああ。死んでしもうた。今。あ、サモスペお化けの。ああ、そうサモスペお化け。でもよかった、クラちゃんがなんとかヘラルド食べ終わりそう。よかった、ナイスだ。ナイス。ナイス。ゾイちゃんマナなし。やべ。もう。もうとんでもないことになってますボット。おお。もう壊れちゃった。ゾイちゃんマナなしだ。ブラチさんこれもう殴るだけスマジで。あ惜しい、ありがとうございます。別にそういうわけではなかったけど、レンジの最初とか感動する。キルしてる。帰ったかな。帰ったかな、ありがとうございます。ねえマナがなくなって。帰ったうちに出そうぜ、これヘラルド。あ、ありがとうございます。じゃあ行くべ。いっそいいで。ヘイン。わーい。ありがとう。殴れ。クレートだ。殴れ。よし。いただきました。ごちそうさまでーす。はいよ。やったね、ペック。うちの高いからね。ね。おっと、いっぱい来ちゃった。逃げまーす。うん。だめよ。ちょっとボットルームするかも。やばいかも。やばい。見とくわ。あ、来てる。よし。いやすごい、カイさんのなんか、あれ？戦闘しない感じで。オッケー。ごめん、これは知るかも。やばい。守れない。どうしましょう、僕。ウルト入った。ノーチ。4人もいる、こっち。ノーチ。ウルト。落ちてますか？落ちてます、こっち。はいはい。ケインがまた森を食べに来てるかもしれない。絶対行ったって、あいつ。あ、でも鳥いるっけ。あ、鳥。はい、はい。鳥いた。サラさん気をつけて。あ、大丈夫。こっちからケイン。もう、この真珠堂に2対1で勝つしかないから。味方がタワーを破壊しました。よーし。ノーチ売るとない。ノーチ売るとない。ノーチ売るとない。了解。打たない。ああ、普通に。違う、難しいな。やば、もうボット書くの付けやん。ちょっと今ひよったかもしれない。付け完了。あ、ゾイちゃんが言ってた。ボットにゾイです。ボットにゾイ。はい、ね。そろそろドラゴン借ります。わあ。アンページ。ドラゴン寄れます。殴ってまーす。はーい。じゃあちょっとゾイ。いいぞ。いいぞ。いやもうボットももうボコですよボコ。おお。ナイスだ。ナイス。じゃ帰って。ワップとかしちゃいます。ウルト来てるね。さようなら。なるほどな。さようなら。そうだ。ウルトで避けるのもありだな。ノーチのウルトも避けれんじゃん、ワンちゃん。俺の。え。綺麗にウルト重ねたら。無理かな。まだウルト入ってない。倒せそう。あ、でもゾーイが痛い。わ、ナイス。おお。あー、すいません。あー、まあ。強い。間に合うかな。あー、後ろ、会社、やばい。寝ちゃったあー、なんか、うまくやれば、うまくやればいけた気がする。惜しい。あれやね、多分、ヒール間に合ってたら、自分の服入ってって感じではある。わー、惜しい。おー、ナイス。うわー、落ちねえのかよ、あれ。本当にミリだ、ミリ。あー、もっと危ない。うわ、赤スマ行ったら、くそ、あ、持ってったと思ったね。アナセさん、それだったら今のスワップしてもらえたりします。はい、あ、変わりましょう。お願いします。お願いします。割と綺麗に残りましたタワー。これマーキュリーの方がいい説あるか。あ、うん。どうだろうな。まあでもマーキュリーでもいいかも。マーキュリーのブーツ。やべ、全然マーキュリーの方がいいとか言いながら、アーマー持っちゃった。でもアーマー行くしかないね。うん。ヘインボットにいます。あ、ワンコア買ってこよう。
ゾウイちゃん。なんかテレポート、シンジドさんだ。シンジドちょっとこっち行ってるね。あ、はい。じゃがいもが食べられてる。うん、じゃあどこ行っちゃった。あ、分かった。やばい。そっこいと垂れてから回る。毒が。おー、ナイス。おー、はいはいはい。育てられて。もう。良くなってますよ、めちゃくちゃ。やばい。でも本当にサミラーでいいの？ヤツさんなんか苦手キャラやった方がいいんじゃないですか？サミラー。なんかいきなりチクチクしてきたな。はい、俺ずっと言ってんだよね。はい。ちょっと逃げてる節はあります、こいつに。なんか A が苦手なんだよね。はい。ああ。動いた。いいの？やつそれで。ダメです。ダメです。ニンニンがいるときぐらいじゃない？そうやって落ち着いて練習できる環境があるのは。ホグ、コグとかじゃ行ってやりますか、これ。ソロ配信の時見てたんだけど、いい、ね、ランクとかなんか結構レーンボロボロでもウルトでうわーなんとかなれーでなんとかしてること多かったそうですその節はありました。なんとかなっちゃうのが良くないところもあるかもしれんな。それはなんとかなっちゃうんですよね、回れば。そうなんだよね、回ればなんとかなっちゃうから。へー、勝ったことない。パワーエグいっす。信じろ。でも頑張ってシビアずっと練習してたんですよ。でも距離感がやっぱりちょっと変で難しかったです。今ミソーチュンがめっちゃ強くなったから、ミソーチュンやってもいいんじゃない。あ、めっちゃやりやすかったよ。てか早くすごかったね。バフ来ちゃったんですね。なんかやっちゃいますか、これ。なんかナーフかと思ったんですけどね。ね、いい調整だったんですね。ラスさん、ドラゴンの時間だから一個は。はい、違うわ。カニ取ってマッシュ。ナイス、届かんかった。ナイス、ナイスだ。なんかあれだな、ん、楽勝だなサミラがこんなもん。はいよ、ナナさん持ってきてよ。だってずっと充電してましたもんね、昨日の夜。僕クラスさん、そうね、そうではあったけど。一人で食べれるんですか、ソルさん。食べるよ。お、わかりました。お気をつけて。俺も近くなってるよ。あ、もう2コアか。うわ、なるせコアが足りないな。理由やばいわ。え、これ誰、誰ですか。けけけ、戦いが起きてる。あー、おー、まわ、あ、なるせ届かなかった、ウルトおー、ナイス。倒した、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 おー、ナイスだ。ナイス、ナイス。あれ、あ、こいつ、あれだ、マッペンタ。ブリッジじゃなかった。あ、壁越えれねえんだ。ボリビアかと思った。どこ行きますか。ノーチラスだ。ほら、ゴン。俺なんかさ、ノーチ取ったと思ったらなんかおっさん取ってたし。プレセムやる次。いいじゃないですか、新自動。なんか走り出したって急に。メイン。毒おじさん。おお。育った育った。実際まだ忍者とやるとバス頑丈すぎてみたいな感じなのかな。サポートですか。あ、討伐さえされてるワニ。いて、死んだわ。あ、いただきますクラッチさん、青バフいただきます。ダメージ出すので頑張って。どうしようかな。あー、触っちゃった、触っちゃった、懐いてきちゃった。あー、僕参考なんでもらっちゃおうかな。なるてさんのやつ。え、ちょっとちょっと、まぜ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 、頑張れ頑張れ、頑張れ、私のペックス頑張れ。食べられちゃダメだよ、これだよ。あっち行け、あっち行け。危ない危ない危ない。ペックスちゃんはちゃんと頑張るからね。よしよしよし、ありがとうございます、うちのペックスに。よかったよかった。食べ物がないから。にゃ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 のが無限能力とこういう空気になるよね。どういうこと。大事な枠なんよこれ。いや、大事な枠なんよ。なんか何時まででもいけそうですねこれ。うん、これはもうご飯ですよみたいな感じよ。何倍でもいけちゃうみたいな。すごい、急に一人ね、ままごとが始まっちゃうから。まるでなんかあれだな。あ、出ます。俺のタヌキダメみたいな。いや、なるものたらしいよ。俺むさ苦しいの好きやけどね。なんか分からんけど、あれ？やばー。わー、ゲーム壊れてるよマジで。もうなんか、今全部見てましたよね僕。見るのかもしれないけど。この試合練習なんでしょ。終わろうぜ。あれ終わったわ。終わった。予言者がどうやった。ちなみにやっちゃう。最高ですこれ。
あざす。戻れないですこれ僕。もうやっちょさんが苦手な ADC でこう味わってもらいたいですね。やっぱりこうキャラ。エイトリンとかやってみてほしい。一生殴るやつ。あ、わかりましたわかりました。うわ。ていうかさ、さっきさ、シャルさんさ、あの、うん、バスが頑丈みたいな話したじゃん。うん。じゃあもう今回緊張感持って。うんうん。緊張感とか持てるの？負けたら終わりぐらいの勢いで連勝を目指すみたいな。負けたら終わり？じゃあ負けたら無限ローから逃げようとしてません？いいですね、無限ローから逃げようとしてません？そんなことないですよね、たぬきさん。バス頑丈って言ってたし、いけるんじゃね？普通に。うん、じゃあ負けたら解散で。そういう精神で。いや、違う違う違う、まあ。負けたら解散の気持ちってことやから。あー、決まった。